I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it by. One, two, two, one, two, two. ちょいと久しぶりに、YouTube とニコニコと FC2 ですね。3箇所、3個同時配信ですね。マイクがね、ブラウザを増やすとどうしてもマイクがおかしくなるね。あとはゲームとの相性もあるのかな。あ、音がめっちゃおかしいね。響いてるね。ワン、ツー、ツー。OK。もうマイクが変だよね。音が、相変わらずマイクが安定しないね。いいんです。今日は、気分転換的にね、なんかモヤモヤするので。いや、でもモヤモヤしてる時にね、ゲームとかはあまりよろしくないんで。今日はもう、朝からね、シャワー浴びた後に、ホットアイマスクでリラックスして。にもかかわらずなんかちょっとイライラしてる。ストレスがね、抜けきってない感じだよね。お、ULP 級してきた。中には行きたくねえな。いい感じ、いい感じ。ULP 級出か、あ、でもね、今日はね、アベンジャーはあまりやりたい気分ではない。そう。エージェント14か、ULP 級出。まあ死ぬ心配がないミッションがいいんだよね。死にまくると倒してもイラッとするからね。まあそこそここう、まあそこそこローセーズしてクリアできるっていう。そのか、まあ気楽なミッションがいいやね。コンタクトとかね。でも今ね、コンタクトはあの2倍とかだから、初心者の方とか低ランクの方とか来ちゃうとね、ちょっとね、うまいことこれミッションが進まないのでイラッとすることもありますよね。この人たちはみんな外人さんかな。まあ程よいランクだね。100とか70とかね。もうそろそろ、この辺のミッションはもう覚えてきてる感じなのかな。この間評価見たんだよね。評価面白かったな。お、見張りチームだ。いいじゃないですか。見張りチームで、これはね、インサージェントがね、探すのが大変なんだよね。見張りチームだ。いい感じだ。外でぼーっとしてるとクリアできるやつだね。いい感じ、いい感じ。で、準備中なんだね。今日もいい天気だね。昨日お布団干したし、どうしようかな。今日はお布団いいかな。昨日夜雨降ってた。うちの方だけか。お休みの日はね、別に雨でいいんですよね。むしろ雨の方がね、落ち着くんだよね。雨降ってるってのは布団とか干さなくていいし。でもね、まあ、洗濯物が溜まってる時はちょっときついかなっていうぐらいかな。まあ、それ以外は特に問題はないっしょな。で、見張りチーム。まあ、そうだね。はい、乗ってくれば。なんか知らんけど、取られた。チョッパーって何？ゴッドワン。どこに行きだこいつは。何がしたいんだこいつは。ULP これ護衛じゃないよ。見張りいいんだよ、ね、見張り地上チームだからね。フルアンチューフライ。
あっちの人たちはなんかヘリとか持ってきてるけど、チートなのかな。このミッションはヘリ出せるのかな。このミッションってヘリいるか。いや、このミッションはヘリいらないよな。別にこれヘリいらないよね。むしろラジコンとかインベードタンクとかをこう建物の中に入れられるんだったらそれはいいかもしれない。まあ必要ないよね。あとはまあ無敵チープとかいなければ特に問題はないでしょう。ちょっととかね、まあこんなもんかな。バッターバートザアザー2 The time they get there We split The corona will be over By D なんだべ全くわからないね。外人さんだよね。プレスジーン The Art Age。今乗ってる人はクラシック C109 の人だね。 Now you go to full boy 読めなかったね。あ、ベランダも掃除した方が良さそうだね。ホコリとかね、砂が結構溜まってるんですよね。あ、ベランダにあのサンダル置いてあるんですけど、しばらく放っておくともう砂が溜まっちゃうんだよね。せっかくベランダにサンダル置いてあるのになんかサンダルが砂だらけなので使いたくないですね。昨日もね、お布団干すときにこう、せっかくサンダル置いてあるのにサンダルが使えないっていう感じ。あいつらは何やってんだ。なんでこの人たちヘリで来てんだ。意味がわからない。普通に走っていったらいいじゃないか。なんだろうね。これジープなのかな。ヘリ、ペガサスだと呼べるとかそういうことなのかな。呼べないよね。走ってるからかな。違うな。多分このミッションはね、ヘリとか呼べないはず。ってことはチートなのか。Let's see how they do in the school. なんて言ってんのかわかんねえよ。昨日かな、昨日ぐらいからアモンドアス始めたんですけど、アモンドアス面白いですね。なんかああいうこう経験値とかね、か長時間のプレイが必要ないものっていいっすよね。ちょこっとこう気が向いた時に短い時間で、楽しめる。ただね、一つ問題がある難点って言えば、マッチング、一緒にプレイする人数が少ない時とかだね。で、外人さんで日本語がわからない人とかとはね、ちょっと一緒に遊ぶのはきついかなってのはちょっとあるからね。あ、でもまあ、中学校ぐらいの英語がわかれば大丈夫なんじゃねえかなとは思うけど、まあ、お休みの日にね、気楽にやるんだったらやっぱ日本語がいいっすよね。Land it with his legs.自滅してますね。いきなり死んでますけど、なんだろうね。落ち着き満々だな、こいつ。アホやな。じゃあ、アルファ。なんで降りた。まあ、降りるんなら降りるですね、いいけど。何がしたいねん、こいつは。いや、別に撃たなくていいけどね。
あっちのシーンとかどうなってるのかな。入り口が分かんない感じか、こいつは。ここ入った、入った。まあいいか。そろそろヘリコプターが、ヘリが来るのかな。もしくは中の人が死ぬとか。ヘリ来るかね、ヘリ来ないね。こっち側だとマーカーは踏まなくていいはず。もう3人が入ってないけど。こっちも入ってないし。あとはね、ヘリだけ落としてればいいんですけどね。まあ、このミッションやるとき2人で行くことが多いからね。こういうときはちょっとね。ヘリ来てるよ、ヘリ来てる。ヘリ来てるけど。ヘリ来てるけど。あれ、もう一台来てる、もう一台来てる、もう一台来てる。ヘリは落とした、ヘリは。ヘリさえ起こしてくれれば大丈夫。OK。今度は後ろからもヘリ来てるね。橋が邪魔で当たんないんだね。届かないかな。当たってる当たってるね。よしよしよし、まあ、ヘリだけ落としとけばまあいいでしょう。ヘリはまだ次のは来ないのか。中の人はどうなってるんだ。順調じゃないか。順調だね。邪魔だな、ヘリコプターが変なところに落ちたな。こっちには乗ってこないのか。いいのか、こっち乗らなくて。行っちゃうぞ。どうした、何があった。やっぱチートか。チートがいると面白くないな。何してくれてんねん。チートの人は何がやりたいんだろうな。本当に意味がわからん。これじゃ別にやらなくていいじゃないか。No。
最悪ですな。チートが混ざるとね、読み込みその他もろもろめちゃめちゃ重くなるんですよね。なんか何がしたいのかわからん。もう 5M とかでそういうチートやりたい人だけ集まってやってればいいのに。他のプレイヤー巻き込むのはね、やめてほしいさね。5M だったらもう好き勝手にモッドとかこう、チートとかやりたい放題でいいと思うんだけどね。普通にゲームプレイしたい人を巻き込むのはやめてほしいね。チーターがいるとね、大体無限ロードとその他もろもろこう、ゲームの基本システムがおかしくなっちゃうみたいなんですよね。めっちゃ時間かかるっしょ、復帰に。これ一回落とした方がいいかもっつうぐらい重くなる。ものすごい迷惑な話だな。まあ、よくわからんけど、開発の方にしたら、チーターの人とかも含めて、同時接続数とか、プレイ人数とかで、一応数字にはなってるんでしょうけどもね。普通にこうゲームで遊びたい人にとっては単に迷惑なだけなんですよね。これ一回落とさないとダメなやつかな。落とすか。一回ちょっと接続、ネット接続だけ切ってみっかな。これもう2回ぐらいやってみてダメなら再起動だな。チーター、ほんと迷惑。メンタルに。ああ、どうも。さあ、どうだ。チーターはね、ほんと迷惑だよね。やめてほしいわ。もう死んでほしいわ。ほんで、一回ノーにして。ほんで、この後もう一回ネット接続を切ってみる。ああ、もうめんどくさいな。チーターはもうほんとなんとかしてほしいわ。戻ってきたね。とりあえず今からもうチーターいらねえわ。死んでほしいわ。天性の正体。I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it to you. 気分転換にコンタクトのミッションを。ああ、でもね、さっきいなかったんだよね。ドゥームズデイで。DD で。やっぱ時間的な問題なのかね。いないんだよね、人が。ハードドライブダッシュ。またこれか。チーターいないと、チーターがいなければね、いいんだけど。チーターが入ると途端につまんなくなるからな。よいしょ。まあ、どうせ行くなら4人がいいね。2人で行くとね、辛いだけなんすよね。オペレーター。
サルベージの人を助けてあげればいいのかな？技術者と同乗し、ライオット水砲バンから飛び降りるのか。普通に降りたらいいんだよ。飛び降りたりするから死んじゃうので。なんか相変わらず YouTube の方が不安定だ。さあ行こうか。これは。チップが無理かな。なんで言うんだろう、これ。なんでこいつ言ってきた。スキップできないね。久しぶりに運転してるな。いつもノラで行くときはね、ライオット水砲弾、運転がめんどくさいから、ね、運転してもらうんですけど、今日は、まあ、ね、たまにはちゃんと運転する。これはレスターなのかな？なんかおしゃべりが終わるとスキップできるようになるんですよね。でもできないね。特にね、このミッションはスキップしたいね。ライオット水砲版は意外に壊れるからね。この車丈夫じゃんと思っていろいろやってると壊れちゃうからね。気をつけないと。曲がりきれなかった。もうちょっと早くてもよかったね。ミッション中だけでもいいからもうちょっと早くしてほしかったね。
そして私がまた運転するのか、そうか。さあ、行きますよ、行きますよ。なんで撃つんだよ、こいつ。ランク40の人が撃ってくるの。ランク40の人撃ってくれないのか、撃ってないのか、撃ってる、撃ってくれないのか。これって意味あるのかな。車に対して防水って何か意味あるんだろうかな。サルベージはランク高い人の方がいいかもね。なんで私が運転するのか、そんなに運転するのか。サルページの人本当撃たないね。撃ってくれたらいいんだけどな。よかった。届かないかな、見えないな。出るかな。壁になってあげた方がいいのかな。
セックスチャット、URL 省略。ああ、この忙しい時にクズみたいなの来た。ざまくさいの来た。何をしているの？何をしているの？おおおおお、何をしているのこの子は。電車来るのかな、あそこ。今のところ来た試しがないな。そうだね。あれ、どこで曲がるんだって、この次で曲がればいいのか。ここか。あれ、サルベージの人は撃ってくれないのかな。確かね、サルベージの人しか銃が使えないんだよね。ああ、しまった、行き過ぎた。さあ、どうしよう。こっからが問題だな。やめてボディーアーマーがない、ボディーアーマーがない。ボディアーマーをつけよう。よし、撃てるかな。逃げるな逃げるな、どこへ行くどこへ行く。当たった。当たんないじゃないですか。フェンスが邪魔だな。あれ、ライオット水砲の追放がいない。まだ来るよ、まだ来るよ。ボディーアーマーがないね。この反対側に。おお、いい感じいい感じ。いいんじゃないですかいいんじゃないですか。おお、あれ、運転手もう一人いたっしょ。どうした、何があった。いかんねえ、これはいかんねえ。
666の人がもうやめたい感じになってるね。これで失敗したらやめとこう。もうめんどくさい。もうすでにやる気がない感じになってますね。そしてもニコニコの方が終わってる気がする。ずっと YouTube 見てた。今日ちょうど終わりか。なんかすごい打ってくるな。ここで降りろということか。別に私はどっちでも OK で。疲れてるなぁ。あれ、おかしいな。撃たれる、撃たれる。あれ、上か。上にいるな。壁が邪魔だな。壁の向こうに行くと上から撃たれるな。上から上の人だ、上の人だ。いやー、めっちゃ撃たれてる。あ、死んじゃう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 。危なかったねー。もう大丈夫かな。上にいるね、上にいるよー。Looks out! Get in there!
た、上にいた。ああ、撃ってくる、撃ってくる。うわ、撃たれてる、撃たれてる、めっちゃ撃たれてる。上の人が邪魔。当たんないね。この人が飛ばす。おー、やった。あれ、もう一匹いる。いたー。あと一本、もうそろそろ戻る。よっしゃ、さあ帰ろ。 Okay, there's one more burn site. The bad guys cannot win today. Get over there quick. そこ通れるのかな。ちょっと細いよ。いける。いけるじゃないですか。どうしよう。あと、なんで。昨日はね、アルコートちょっと食べ過ぎたね。まだチョコリエールとアルコートとじゃがりこがあるね。あ、来たかった、来たかった。あ、おー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 おおお。舗装された道路だと速いんだね、ライオンとシーフォーがね。オフロードが苦手なんですな。あと3分な。よかったな。あ、一応サルベージの人撃ってくれてるみたいな。いや、むしろ俺が死ぬ。いや、デスノーを先だ。届かない。危ない、危ない、落ちる、落ちる、落ちる。Save the Clifford code. Keep those agents away from your salvage guys. They can't get the files if they're dead. めっちゃ撃たれてる。ああ、死んでしまう、死んでしまう。
これは危ない。お、これは助かった。上に、上にいる、上に。上の人はもうやったのはまだいるな。バイクが、バイクじゃない、トラック、トラック。あれ乗れない、乗れない。乗れない。あおおおお。クリアかな。俺が運転するのか。あれ、どっちだ、どっちか。また後でアモングアスをやろう。意外に面白かった。ニコニコの方だけ棒読みさんがつながってないね。 URL 省略。あれ YouTube も棒読みさんがつながらないな。これは多分アドレスを間違えてるんだろうな。URL 省略。あ、ボディアーマーがない。ボディアーマーを買いに行くには
か。MC プロスペクトになっている。途中で PK されるの嫌だな。この辺で一回コンタクトのミッションとか挟みたい。サバイバルか。サバイバルもね、妙に爽快感がないんだよね。ここから出ると殺される気がする。パシフィックだ。パシフィック来た。照準モードが違っています。コンタクトでなんかないかな。あ、コンタクトだったら車はエメラスじゃなくてもいや。いかがたまにはエメラスで。たまにはっていうか、いつもエメラスですけど。ここにいると殺される気がするな。回収鍵を来た。ジョブから除外されましたわ。CPU クーラーは2000円ぐらいのでいいのかな。今ね、CPU クーラーにグリスがついてないんですよね。分解したらカピカピになってた。グリスをつけて治ればいいんだけどな。治んなかったら CPU クーラー買い替えだな。暗殺1っていうことは警察署か。警察署か。警察署だ。ヘリコプターで行きたいやつだな、これは。じゃ車の上には乗るな。自分のバイクがあるのか。ヘリコプターで行きたいやつだよね、これね。ヘリコプターで上から行って上から帰ってくるやつがいいよね。どうした？どうしよう、ヘリコプター取りに行こうかな。まずヘリコプターを取りに行くのが大変。ちょっと画面がカクつくかな。こういうのもね、 CPU の温度が下がることで改善されるといいんだけどな。海はどうこう。この辺
転んでる、転んでるね。大丈夫か。いいわ、旅行。警察署に入れ。嫌じゃん。どうか、どうかヘリコプターが近くに出てくれますように。で、この辺でヘリコプター呼んだら近くに来る。もうちょい先。僕ではこの下に降りたい。から降りられるかな。もう一個下に、この辺この辺、ここここ、この辺この辺、この辺でヘリコプターを呼ぼう。あ、なんか、おまわりさん来ちゃったよ。まだ何もしてないのに。シンスパローじゃない。ハンター、ハンター。いや別にハンター呼ぶ必要はないだろう。ヘリも来てるよ。ヘリは呼んだけど、そっちのヘリじゃないんですよ。ヘリ来た、ヘリ来た、ヘリ来た。デスノ様、ロスさんと寿司民白地を揃えて何もしてないのにっていう。そうですね。デスノさんどうもいらっしゃい。私はまだ何もしてないのに。あー、ヘリコプターが、ヘリコプターが。このヘリは撃ってこない。あれ、ヘリが落とされる気がする。まあいいや。ああ、めっちゃ撃たれてる。チームが離れるまで待て。私も手配されている。あれがおまわりさん撃ったかな。仲間同士で殺し合っている。何をしているんだこの人たちは。あれ、もう一人もヘリを呼んだっぽいぞ。あ、ヘリコプターが来る。わ、おうおうおう。お、あとは味方が振り切れば勝ちだ。高評価になっている。デラックスとかだとな、簡単すぎるっちゃ簡単すぎるんだよな。あ、選択しそびれた。オプレッサーにはないな。まあ、普通に車で行ってヘリで脱出するっていうのが一番面白いかもしれん。
一人がヘリ取り行ってね。これ暗殺用は建物に入るやつかな。車返しちゃった。初見ですわ。コツ、はい、どうも初見さん、いらっしゃいませ。コンタクトのミッションが稼げるらしい。車がない。いいよ、自分の車を呼ぶよ。いいよ、僕は自分の車で呼ぶからいいよ。乗せたものだ。リサイクルセンターに入るやつだね。豚を実況するとなるとかなりスペック必要ですよね。そうですね。760あたりだとちょっときついですよね。今2070ですけど、どうなのかな。2070で i7 のメモリーが10だ。で、プリンターが3枚ですね。1650はダメですよね、学士。いやー、わからない。設定によりますね。設定下げておけばね、そんなにきつくもないかもしれん。サイバーパンクとかは無理だけどね。画質とかね。サイバーパンクはね、2070でもガクつく。きつい。グラシックぐらいだったら、1060。大丈夫なのかな。あ、そうか、でも。まあ、なんとかならんこともないかもな。なんかすいません。せめてフプス60で放送したいたし。ありがとうございます。ゲーム実況になるとニコニコとか FC2 とかは FPS30 だからね。入り口はどこだ、忘れたかろう。62もできますよね、NR。そうなの、知らなかった。そうなんや。60で配信って結構大変よね。今そんなんできるんだね。入り口はどこだ、歩いてくるだろうか。マザーファーカー、入り口はどこだ。ここか。30だとレトロでもヌルヌルにならない。マジか。あ、こんなところに入り口が。みんなで行ってもみんなで行く必要はねえで。なんでみんなで行った。個人車両がないね。あれ、敵に。マジか。こっからボスは出てこないよね。裏から出ていくよね。あ、撃たれてる撃たれてる、めっちゃ撃たれてる。道路のところに行けば車が呼べるかな。死んでしまう。あ、でもボディアーマーは使いたくないんですよ。買いに行くのがめんどくさい。この辺で、この辺で車呼べないかな。個人車両を
エリアを離れろ。来た。遠いなぁ、海。こんなところに誰かのバイクが。私の車、自滅してる人がいる。せっかくボスを倒したというのに、自分の車が遠い。あれ？自分の車にたどり着く前にもうエリアから出てしまったね。そして敵が来ている。やばい。あれ、行っちゃった。これは仲間を迎えに行った方がいい感じかな。取り残されてる人いる？いないよ。あの人取り残されてる。助けに行った方が良さそうな感じかな。入り口がない。おお、バイクあったか。クリアクリア。コンタクトのミッションは短くていいっすね。サクッとできるのがいいね。高評価。お昼ご飯まだ食べてないんだよな。ハートチップル食べちゃった。どうしよう、カップ焼きそばが2個ある。今近所のスーパーでカップ焼きそばがね、95円なんすよね。ディスコネクト。イオンだと普通のカップ焼きそばが95円で、近所のスーパーだと一平ちゃんのやつが95円。カップ焼きそばにもやし炒めて乗せると美味しいんすよね。もう一人待つ感じかな。ライブニコビデオ、実はとちるぶ3億3214万2961、 URL 省略。もうちょっとやったらアモングアスやろう。私の車がメリーウェザーじゃないですか。あ、みんなバックしてくる、みんなバックしてくる。でもバックしなくてもええんやで。ほんのちょっと遠回りになるけど、メリーウェザーだったら大して変わんないだろう。
ライトが消えた、ライトが消えた。うわー、ぶつかっちゃった、ぶつかっちゃった。この間ね、初めてデッドエンド聞いたんですけど、いいっすね、デッドエンド。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。あれだね、ルナティックフェスとかにも出てたんですね、デッドエンド。超かっこよかったなぁ。ので、最近アニカンの YouTube には、デッドエンドのおすすめ動画みたいなのがいっぱい出てきますね。デッドエンドを知らない人にどんなバンドを言ったら、でもなんか爆竹みたいな感じってなる感じのバンドですね。超かっこよかったっすね。デッドエンドの人ってもういいお年ですよね。あ、ごめんよ。ぶつかっちゃった。わざとじゃないんや。あれ。よし。遠回りした割には一番に着きそう。いやどっから行こうかな。これはね、オプレッサー2で来るとつまんないんですよね。おー、こっからだな。いつも同じところだな、俺な。船がある。こんなところに船があるよ。見つかっちゃうかな。見つかるのは嫌だな。あぶねあぶねあぶね。見つかるのかな。見つかるのは嫌だな。この辺、あ、違う、もうちょっと先だね。この辺から登れるはず。あ、引っかかった引っかかった引っかかったよ。ダメか。ワンピークミーアップイン。なんとかボート。ボートに乗ってくれってことかな。俺はボートで逃げるぜってことかな。You're gonna die! いきなり見つかってしまった。AP ピストル。あ、やばいやばいやばい、射程距離やばい。あ、やばい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 。違う、軍用マシンだ。あれ、ヘリコプターあるよね。迎えに行くか。あれもみんな来てる。来てるね。
いや、もう一回お聞きたお。さあ行こうか。あれ曇ってきた。でも今日雨は降らないよね。大丈夫だよ。行こうか。当たんねえ。当たった。よっしゃ、落ちた。感じ。上か。階段はどこだ？あった。あれもうターゲットやっちゃうかな？いった。間に合うか？やってくれっか？いけるか？あ、来てるね。みんな来てるね。やったぞ。帰るぞ。あれ？よいしょ。船ある船。船ある。ある。そう。ナイスボート。あれ銃が撃てない。おい、ボートは銃が撃てないのか。めっちゃ撃たれてる。今ちょっと休憩してからアモングアスをやる。Good job.